はい、どうも、キープオンリーワンラブ FK です。というわけで、先ほどの F 側刑事シリーズに引き続きまして、雑談を取っていきたいと思います。まあ、さっきね、スーパーロボット対戦シリーズのお話をしようとして、ちょっと終わったんですけども、そのスーパーロボット対戦シリーズについてお話ししていきましょう。ですね。私が最初にやったのはですね、スーパーロボット対戦で、第2次スーパーロボット対戦と第3次スーパーロボット対戦、そしてスーパーロボット対戦 EX をまとめて、プレイステーション版に移植したコンプリートボックスっていうやつをやったんですよ。でも、まあ時代はもうプレイステーション2が出ていた時代でしたね。はい、懐かしいです。昔のスーパーロボット対戦っていうのはガンダム系の扱いがすごく悪くて、初代ガンダムとかやるじゃないですか、旧式扱いだったんでものすごく弱かったんですよ。まあどのスパロボでも弱いですけど、スーパーロボット対戦 A ぐらいですかね、まともにな性能として性能で、まともに戦っていけたのって。でもやっぱり昔はスーパーロボット系は大好きでしたね。ゲッターロボとか、マジンガー Z とか、あとコンバトラー V とか、ダイタン3とか、めちゃくちゃ好きでしたね。あとオーラバトラーも結構、まあ、未だに、あれすごい使い勝手いい機体だったんで、あれを超える使い勝手を誇る機体は、まず出てこないんじゃないかなと思ってます。ただ射程が極端に短いっていう欠点はありますけどね。スーパーロボット対戦シリーズですけどね、いろんな作品があります、まあ、いろんなハードから出てます。やっぱりいろんなスパロボをプレイしてきてですね、使い勝手が良かったなと思ったのはやっぱりオーラバトラー、旧シリーズのオーラバトラーも強かったですし、まあ、あとそうですね、正直ガンダムシリーズが好きなんで、ガンダム系はかなりの高確率で3機以上は主力として使ってますね。まあ主にニューガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダムとかなんですけど、まあ他にもですね、まあ何使っただろう、ウィングガンダムゼロとか、ストライクガンダム、フリーダムガンダム、ストライクフリーダムガンダムとか、デスティニーガンダム、ターンエイガンダムも使いましたし、ガンダム X、ガンダム WX、シャイニングガンダム、ゴッドガンダム、ビクトリーガンダム、V2 ガンダム、正直あれですね、歴代ガンダムの主人公機は本当に初代ガンダムを除いてほぼ全機を主力として使った経験があります。やっぱりね、作品によってその機体の使い勝手っていうのは全然違うんですよね。例えばゼータガンダムだったら序盤は高性能なんですけど、結局終盤息切れしてベンチ入りとかっていうのもありましたし、ベンチ要因っていうのもありましたし、まあダブルゼータガンダムは大体のシリーズがそうなんですけど、火力は高いんですけど燃費が悪くて移動力が低い、で移動後の射程が極端に短いとかっていうケースもありますし、でもなぜか私はそんな何ですか、オーソドックスで使い勝手のいい機体よりも癖の強い機体を好んで使う傾向が若干あったので、はい、ダブルゼータを使いました。ちょっと手こ入れはしましたけど使いましたね。まあガンダムシリーズの中でこれ強えなと思ったのはやっぱりデスティニーですかね。最近は本当の昔の宇宙世紀ガンダムがの扱いがちょっと悪くなってきてるのが不満なんですけども、やっぱりゼータは個人的に好きな作品ですし、やっぱり使えますし、ダブルゼータガンダムも個人的に好きなんで使えますし、正直あれですね、
このニューガンダム、逆襲のシャアに登場したニューガンダムとかも強いですし、そもそもアムロを使わないっていう選択肢が私の中でないので、はい、いや、やっぱりそうですね、ビクトリーガンダム、V2 ガンダム強いですね、やっぱり。ただ主人公が鬱陶しいかなと、パイロットのウッソ・エビン君がちょっと鬱陶しいかなっていうのがあります。あの声がちょっと勘に触るんですよ。坂口大輔さん、大変申し訳ございませんでした。坂口大輔さん、デビュー作です。ビクトリーガンダム。で、G ガンダム、ゴッドガンダム、シャイニングガンダム。近距離戦めっぽう強いんですよ。下手するとゲームバランスを崩壊しかねない強さがあるんですよね。特にゴッドガンダムって。ただ、近距離戦はめっぽう強いんですけど、遠距離から攻撃されたら全く手も足も出なくなるっていうパターンが多い機体でした。ガンダム X、ディバイダーは結構使い勝手いいんですよ。ただ普通のガンダム X とガンダム WX はサテライトキャノンっていう、まあ、大型のビーム砲がついてるんですけど、それのチャージまですごい時間がかかって、Z へ参戦した時 WX 主力だったんですよね。 X、WX どっちも主力だったんですけど、まあ、ガンダム X はディバイダーでも使ってたんですけど、 WX はまあまずサテライトキャノンのチャージが終わる前にステージをクリアしてるっていうことがほとんどでしたね。はい。でウィングなんですけどね、昔は本当になんていうんですかね、ウィングゼロぐらいしか使い勝手のいい機体がなくて、でそのウィングゼロもだいぶ癖の強い機体だったんですよ。近距離戦にめっぽう弱いっていう機体でしたね。で遠距離戦やっても燃費悪い、これどうするんだっていうレベルの機体だったんですけど、第2次アルファのあたりから使い勝手がどんどん良くなっていって、第3次アルファだってこれどうなってるんだっていうぐらい強かったですし、まあ、一説によるとですね、ウィングゼロ、ウィングガンダムゼロのパイロットヒーローユイの声を務めた、緑川光さん、スパロボの超がつくほどのヘビーユーザーなんですけど、緑川さんが、ウィングの使い勝手に口出しをしたという噂もあったぐらいなんですけど、本人は否定しています。だから強いですね、ウィングは。今はもう遠距離戦、近距離戦全部こなしますし、燃費は若干改善してきつつはありますね。はい。ちょっとなんだろう。ターン A。ターン A も、なかなか、まあ、月光町がなかったらただの白ひげなんですよ。まあ、それでも使い勝手はいいです。けど、やっぱりロラン、パイロットのロランの能力が、あれなんで、テコ入れは必要でしたね。ちなみに、パクロミさんの、初主演作品が単愛ガンダムでした。止まった、ガンダムなんか飛ばしてると思ったら、F91 飛ばしてましたね。F91 参戦した回数がちょっと少ないんですけど、まあ、大体おおむね、まあ、乗り手を選ばず、距離を選ばず戦えるっていう優秀な機体でしたね。第2次アルファで見たのが最後だったと思うんですけど、ただあれも第2次アルファはクロスボーン名義での参戦が多かったので、 F91 は機体だけがポンって出てきたっていう感じでしたね。とビルギット君かな。あとはクロスボーンガンダム X1 がそんなに強くなかったっていうか、まあ近距離戦特化で遠距離戦に全く対応できなかったっていうのもあってですね、まあ、反撃で弾使い果たしたらもう近距離戦しかできないっていう機体だったんで、能力、性能が決して低くはなかったんですけど、ちょっとなと思ってですね、まあ、クロスボーンガンダム X1 のパイロットだった、キンケルナーは F91 に乗り換えて昔の IK ですね、かつての IK の F91 に乗り換えて、最後まで戦いました。そうですね、 F91 はすごいやっぱり使い勝手良かったですね。乗り手を選ばなかったんですけど、第2次アルファではちょっとニュータイプしか乗れなかったっていうのは残念でしたけど、はい。あとはガンダムシード、これ基本的にパイロット乗り換えできないんですけど、まあ、キラヤマトがねとりあえず強いと、まあ私個人的にキラヤマト大嫌いなんですけど、まあ強いと。はい。でフリーダムガンダムやっぱり強かったですね。フリーダムも結構距離を選ばずに戦えるんですよ。燃費そんなに良くないんですけど。ジャスティスはやっぱり近距離特化のイメージがありましたね。
ジャスティスガンダム、インフィニットジャスティスも含めて好きじゃないんで使ってませんでした。まあ、なんていうんですかね。あー、でもそうでもないですね。ザコ戦を、ジャスティスもしくはインフィニットジャスティスに任せて、ボスキラーをフリーダムもしくはストライクフリーダムでやるっていう感じのプレイスタイルでしたね。でシードデスティニーに入ると、インパルス、まあ、ストライクと使い勝手は概ね一緒で、まあ、フォースインパルスで使ってたんですけど、エールストライクとほぼ使い勝手が同じで、確かに、なんですか、攻撃一発一発は軽いんですけど、まあ、当てて避けれるタイプだったんで、まあ、前線に押し出して、敵の、なんていうんですかね、反撃で敵の HP を削って、ヒットポイント削って、で、ボスキラーを任せる機体にとどめを刺させてっていう感じでしたね。っていう使い方をしてました。で、デスティニーは、もうボスキラーでしたね。強かったっす。強力でしたね。これどうなってんだってぐらい強かったですし。まあ、あとそうですね。ダブルオー、まあ、ちょっと劇場版のダブルオーはまだ参戦した作品をプレイしていないので、なんとも言えないんですけど、ダブルオー1期、まあ、あれですね、ガンダムエクシア。まあ、近距離戦は本当に敵なしっていう感じでした。一撃がすごい重いですし、刹那君能力高いですし、まあ、文句なしでしたね。ちょっと遠距離戦に弱いかなという、刹那がちょっと射撃苦手っていう設定だったので、遠距離戦に弱いかなという印象はありました。ね、ガンダム00。00はまあ、あれですかね。本当に参戦期間が短かったんで、あれでしたけど、クワントじゃない。ダブルオーライザー。めちゃくちゃ強かったです。正直、ダブルオーライザーと、第2次 Z の再生編でダブルオーライザーと、ウィングゼロと、蜃気楼で無双しました。っていうぐらい強かったです、あの、機体は。どうなってるんだっていう感じでした。まあ、他に、あと、他はそうですね。結構、富野義行監督、まあ、ガンダム、機動戦士ガンダムを作った、富野義行監督の作品が結構好きなので、富野作品の、機体はそこそこ使ってましたね。ただしザンボット3は補足ですけど、ダイタン3、あれも、まあ、スーパー系なんですけどね、スーパーロボットっていうのもあって、やっぱり一撃がすごい重たいですし、やっぱり主力として使うには申し分なかったですね。まあ距離選ばずに戦えるっていうのもありましたし、でも主に近距離戦ですね。やっぱりあとはイデオン、第3次アルファに参戦したイデオン。チートキャラです。チートです。見た目はどっからどう見てもでかいジムだったんですけど。まあ、強かったですね。イデオンがいたからこそ、その第3次アルファのゲームの難易度が下がったと言われているぐらい強かったですね。で第4次スーパーロボット対戦、じゃあ、スーパーロボット対戦 F ですね。すいません。F で初参戦してるんですけど、F でもイデオンをうまく使うことで、ゲームの極端に高いと言われていたゲームの難易度を下げることができたそうです。スパロボ F 実はまだやってないんですよ。ダイヤージは軽くやってるんですけど。あと、そうだなぁ。ザブングル。使ったことないですね。正直、あれは。空に対する攻撃手段があまりないので、あまり使ってないですね。エルガイム。で、第4次で使いました。マーク2はまだ参戦してないんですけど、エルガイムすごい、モビルスーツ、序盤のザコモビルスーツとか、ヘビーメタルとか互角に渡り合えるんですけど、スーパー系と戦おうとすると全く話にならなかったです。OE にエルガイム参戦したんでやりたいんですけど、あれ PSP でおまけにダウンロードなんでめんどくさいですね。オーラバトラー系強いですね。スーパーロボット対戦 UX、まあ、3DS の UX に、何年ぶりかに参戦、いるだけですけど参戦しましたね。聖戦士ダンバインがいるだけ参戦で、そしてリーンの翼が参戦しました。聖戦士ダンバインの、まあ、あれですね、世界観でやったストーリーです。原作は小説で、まあ、ダンバインの前日談にあたる作品らしいんですけど、どう見ても、OVA 版は後日談なんですよね。はい。すごかったですよ。あれもなかなか使い勝手良さそうで、ね、UX やってないんでまだわからないですけど。
とはそうだな、まあ、いろんな機体使ってきましたけど、うん、Z はやっぱりチートキャラが多かったなという印象を受けましたね。オーガス、ニルバーシュ、アクエリオン、この3強ですよね。もうオーガスは本当に避けて当てて、まあ、軽い、一撃自体はすごい軽い機体だったんですけど、まず攻撃当たらないですし、で敵の増援が出てくるあたりにニルバーシュをポンって置いといて、増援出てきた瞬間にセブンスウェル原子を巻き起こして増援全滅とかっていうのもありましたし、アクエリオンは敵の射程外から無限パンチぶち込んでましたし、スパロボ MX って実はあれなんですよ、私がやったスパロボの中でも多分5本の指に入るんじゃないかっていうぐらい主人公の影が薄いじゃなくて、難易度が低いスパロボだったんですけど、すごい、なんて言うんでしょうかね、まああれも強い機体が多かったですし、ドラグナー強かったですね。 D1、D2、D3、 特に D1 とファルゲンっていう機体があるんですけど、それの合体攻撃がめちゃくちゃ強かったです。だからそれを凌駕する強さを誇っていたのがゼオライマーでしたね。チートです。次元連結システムならちょっとチートシステムがありまして、一定まで気力を上げると分身とバリアと HP 回復とエネルギー回復っていうね、ちょっと凄まじい能力を発揮しました。おまけにパイロットが2人乗りなんですよね。2人分の精神コマンド使いますし、ただメインパイロットの方はやっぱり機体が強すぎるんで能力低めに設定されてましたけどね。秋津雅人くんっていうんですけど、声は関俊彦さんです。あとは MX のもう一つのチートキャラがラーゼフォンですね。まだまだ若かりし頃の下野紘さんが、主演を務めたアニメなんですけど、最終的にですね進化しまして凄まじく強い機体になっちゃうんですよ。 HP10 万超えで、フル改造して最強武器の攻撃力が1万超えてとか、単体で1万超えるんですよ。化け物ですよね。強かったっす。ただその進化した形態が本当に最終決戦でしか使えなかったんですよね。チートすぎて。まあそんなもんすかね。ここ最近やったスパロボでやっぱり使い勝手が良かった、まあ第2次 Z だとやっぱり蜃気楼とか強かったですね。コードギアス反逆のルルーシュの主人公機なんですけども、ガベインはとりあえず極端に癖が強いっていうイメージがありました。まあ主人公のパイロットのゼロがですね格闘値が極端に低いということであれだったんですけど、まあガウェインに乗り換えてから、ガウェインから蜃気楼になってから全く気にならないレベルでしたね。格闘武器ないんで。でクルルギスザクくんね、はい、まあ最終決戦で敵の群れに囲まれてギアスのまあ重圧も虚しく撃墜されたのはいい思い出です。でもやっぱりコードギアス勢のトップエースは光月カレンでしたね。強かった。小清水谷さん大変お世話になりました。ありがとうございましたまあそうですね、今いろいろ使ってはみましたが、そうですね、あ、ちょっともう一本タバコ吸います。いろいろやりましたね、本当に。まあそうですね、スーパーロボット大戦 Z ではエウレカ7のテレビアニメ版が参戦してニルバーシュ極端に強かったんですけど、第二次スーパーロボット大戦 Z 破壊編並びに再生編ではなんと、エウレカ7映画版でした。映画版のエウレカ7はですね、またこれまたひどくてですね、映画版のニルバーシュがとにかく使い勝手が悪かったです。まあテレビ版のニルバーシュが強すぎたっていうのがあるんですけどね、あれゲームバランス崩壊させる要素の一つでしたし、今までスパロボでですねゲームバランスを崩壊させたって言われてるキャラはイデオン、東方腐敗マスタージアですね、はい、と
あとコンパクトで主人公を務めた、誰だったっけ、フォルカールバークっていうキャラがいるんですけど、まあ、オリジナルキャラクターなんですけど、その3人が、ゲームバランスを崩壊させたって言われてるんですよ。あとあれですね、MX に参戦したゼオライマー、スパロボ J にも参戦しましたね、ゼオライマーは。この辺がゲームバランス崩壊させたって言われてるんですけど、 Z でゲームバランスを崩壊させたのは間違いなくニルバーシュでしたねっていうぐらいチート機体でした。まあそのせいもあってか、ちょっと第二次 Z でのニルバーシュの弱さにはがっかりですね。はい、一応ですね、私スーパーロボット対戦プレイするときに、まああれですね、主力として使うキャラを、まあ、やっぱ選んでいくわけじゃないですか、誰しも通る道なんですけど、スパロボユーザーならの話ですけどね。その時私何基準で決めるかっていうと、まあ、能力あとし、覚える精神コマンドと機体の性能はもちろんなんですけど、まず真っ先に挙げるのは、そのキャラクターを演じた声優さんが誰なのか、もしくは、私がそのアニメを見ていて、原作の方を見ていて面白いと思ったかどうかですよね。もう、はい、原作見てようと見てなかろうと、この声優さんが演じたキャラは必ず使うっていう声優さんが何人かいまして、まず小安武人さん、確実です。確実に小安さんのキャラは使います。で、あと、桑島宝子さんですね。私、桑島宝子さん大好きなんですよ。前々から言ってたんですけど、桑島宝子さんが演じたキャラも使います。サブパイロットとして乗ってても、もちろん主力として使いますよ。その機体を。いい例は、ダンクーガノバですかね。どうも。グラビオンシリーズもそうですし。まあ、ダンクーガノバは、あれでしたし、メインパイロットの声が池澤春菜さんだったっていうのもありましたし。原作を見たから使ったっていう理由が挙げられるのはそうですね、マジンカイザーとフルメタルパニックですかね。ただフルメタルパニックシリーズは主人公機 ARX7、アーバレストって機体があるんですけど、まあ、なかなか癖の強い機体でしたね。強いんですけど、癖も強いです。性能もいいです。どんな機体かっていうとですね、主に近距離から中距離戦の機体なんですけど、射程が短いのと、まあ、ほとんどの武器が、弾数、まあ、弾なんですよね。射撃武器なんで、ほとんど。弾製なんですけど、弾が少ないっていうのがありました。まあ、テコ入れしました。射程をめちゃくちゃ伸ばして、弾を2倍にして使いました。すごかったです。無双しました。ちなみに私、スーパーロボット対戦インパクトやっていないので、とある、まあとあるっていうか、まあ、某、無人の忍者ロボの脅威を知りません。すごかったらしいですね。とりあえず暴れまくるっていう、暴れまくって、まあ、味方に入るはずの資金経験値全部を持っていくっていう、ちょっとやめてほしい、迷惑な、旗迷惑なキャラだったらしいですね、某忍者ロボ。まあいろいろありましたね。まあマクロスフロンティアとかも使いましたし、マクロスセブンも使いましたね。マクロスセブンの主人公っていうのは、まあ軍属じゃないんですよね。まあいわばアーティストなんですけど、まあ、機体に武器が搭載されておらず、代わりになんか歌があるんですよ。曲名がこう書いてあって、武器の欄に。それでまあ効果を、味方に、もしくは敵に歌って何かしらの効果を得る。もしくは、特定の敵に歌でダメージを与えるっていう感じでした。でやっぱり、まあ味方に対して歌ってることがほとんどでしたね。
何が、あ、まあ、例えば、第3次アルファでは、まあ、味方を一箇所に集めて、気力を上げる歌を歌って、1ターン目から全、2ターン目ぐらいからですね、全力で行くっていうこともありましたし。で、私自身もめっちゃ歌いましたね。ゲームプレイしながら、その、味方に対して歌ってる曲、まあ、やっぱり BGM として流れるんですけど、曲がついてない、入ってないんですよ。曲、歌詞が入ってないんですよね。歌唱しないんですよ。BGM なんで。その、抜けたその歌詞の部分を私がカバーするっていう歌っていうことをやってました。結構私、スパロボやりながら、そのスパロボの BGM として収録されてる曲歌ってますよ。カラオケでもスパロボに参戦したロボットアニメばっかり歌うってこともあるんで、そろそろ消します。スパロボ A でガンダムを戦闘させた時にですね、愛戦士が流れてきた時は感動しました。ガンダムファンとして、まああれですよね、テンション上がりましたね。愛戦士、さすがにあのオープニングエンディングとかだったら歌うんですけど、ガンダムシリーズ特に宇宙世紀になるとほとんどがその劇中の BGM なんでほぼ歌えないんですよね。ダブルゼータはあれですけど、オープニング流れますけどね。なんでダブルゼータは歌います。逆襲のシャアも主題歌入ってますね。 TM ネットワークの曲なんですけど、とそうですね、 F91 も流れないですし、ビクトリーぐらいからオープニングが流れることが多いですね。歌いますね、やっぱりね。最新のガンダムまで歌ってました。00だと、ですね、一期の時の、まあ、イクシアとかそっち系の機体の時は、デイブレイクスベルでしたね。トランザムの時だけ違いましたけど、デイブレイクスベル歌ってました。ちなみに、デイブレイクスベルは誰だっけ？ラルクアンシエルですね。で、2機の機体、00とかが参戦したときは、儚くもとはの悲し、ウーバーワールドですね、歌ってました。で、劇場版でクオリアが来るのかなと思ったら、クオリア収録されてませんでした。はい。なんだろう、コードギアスは、1機が、カラーズでしたね、フローです。で、2機が、O2、オレンジレンジか、ワールドエンド、フローですね。エウレカ7は、テレビアニメ版は、デイズ、フローです。もしくは、劇中挿入歌の、スーパーカーっていう人たちが歌ってた、ストーリーライター。で、ですね、主人公機の第三形態のスペック3とか言われてますけど、あれは、桜、ニルギリスでしたね。歌ってましたね。はい。なんだろう。まあ、基本、トーミの作品は、スーパー系じゃない、戦闘 BGM が劇中で流れた BGM なんですよね。ザブングルは違いましたけどね、櫛田明さんが歌ってました。筋肉マンの曲歌ってる人です。まあ、いろいろ、本当に歌いながらやりますね。ジャムプロジェクトとかも、もう問答無用で歌ってますもん。マジンガー Z とかゲッターロボも歌いながらでしたし、最近マジンガー Z がですね、なんか、あれなんですよね。新マジンガーの方が参戦するんで、昔の空にそびえるじゃないんですよね。ジャムプロジェクトなんですよね。守護神、ザ・ガーディアンっていう曲なんですけど、歌います。歌ってます。あれも歌います。カラオケでよく歌うんですよね。守護神、ザ・ガーディアン。あとなんだろう。あ、シード。ガンダムシード忘れてましたね。ガンダムシード。シードは、ストライクが、イグナイテッド、TM レボリューションですね。すいません。イグナイテッドはデスニーでした。シードなんで、インボークですね。TM レボリューション。歌いますね。で、フリーダムとかジャスティスが、リアライズ、これ玉木奈美ですね。歌います。で、デスティニーは、まあ、やっぱり、ね、参戦する作品によってやっぱ変わってくるんですけど、
私が印象に残ってるのはやっぱり Z で流れたイグナイテッドとベスティージ、どっちも、TM レボリューションですね、歌います。あとは何だったかな BGM、 うーん、やっぱり水木一郎が BGM、主題歌を歌ってたら歌いますね。やっぱりマジンガー Z とかコンバトラー V とか歌ってましたね。エヴァンゲリオンも参戦するんですけど、参戦してるんですよ何回か、テレビアニメ版新劇場版って。でもなぜかあれでした、残酷な天使のテーゼが BGM になることはなかったですね。はい、確か旧劇場版の、エアー真心君に、 The End of Evangelion、エアー真心君にの挿入歌の、天城潮来たれっていう曲があるんですけど、あれも BGM として収録されたことがあったんですよ。歌いました。全部英語ですけど歌いました。あとは使徒神聖、ま、総集編の映画なんですけど、それの魂のルフランも歌いましたね。まあ、たまにカラオケでも歌うぐらいですしね。魂のルフラン。テンションめっちゃ下がりますけど。そして、そろそろ30分超えてきたので、ここまでにしたいと思います。まあ、スパラボに関する話はまた、どこかで雑談として交えていきたいと思います。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。